ヒロさん？ノアキ。いや、いいんです。平気なんで。恋人だった。まだ別れたわけではないから、だったでは。そう。貴様ノアキのアホバカボケカスは、そもそも付き合い始めた最初からそうだった。福祉系大学に行きたいって言うから重点的に教えたのに、ここまで何考えてんのかわけわからんやつは初めてだ。これで心置きなく別れられる。すいません、待たせてもらいました。家の鍵をなくしてしまったんですが、大家さんと連絡が取れなくて。ヒロさん、今まで音信不通ですみませんでした。帰国する前にハガキ出したんですが。で、アメリカクンガリまで何しに行ってたわけ？だからアメリカの方が小児医療がいろんな点で進んでいるから、それを勉強しに。すみません、シャワーお借りしてもいいですか？実はここ3日風呂入ってなくて。土産なんか買ってる暇があるくらいなら電話の1本くらいくれなかったんだ。ショックだったのは自分だけが何も知らなかったこと。ヒロさん、すみません、水しか出ないんですが。少しは反省しやがれ、ボケ。大丈夫です、その辺はなんとかなります。お邪魔しました。それをしなかったのは小さな期待。ここにいればお前が帰ってくると思ったから。ノアキ、また背が伸びた。ノアキの声、感触、ダメだ、流される。ごめんなさい、俺間で学ばなければならないことがたくさんあって。それでこれっきりだからな、二回目はないと思え。この暴言。俺、お前がアメリカ行ってる間に助教授になった。やっぱりヒロさんはすごい人です。宮城教授、毎朝毎朝おはようで済まさないんですか？つーか、お前こそもっとにこやかにできねえのかな。当然です、授業中におしゃべりだのメールだの言語道断、文学を何だと思ってやがるですよ。教授がいい加減すぎるんですよ。さん、男作って逃げるんですよ。そうそう、これは女房に捨てられた哀れむべき男さ。元奥さん、うちの学部長の娘さんでしたよね。かえって学部長の方が恐縮しちゃってさ。やっぱあれよ、頭でそう理解しててもな、メンタルな部分がどうしても追いつけねえんだよな。じゃ、授業始まるんで失礼します。私と仕事どっちが大切なの？死んでも言わない。感情のみで行動するやつは最低だと思う。まして相手より4つも年上ならば。一瞬でもそう感じた時、その二人はもう終わってるんじゃないだろうか。引っ越して電話も携帯も変えた。ヒロさん、ヒロさん。ああ、すまん、ちょっと待って、この論文仕上げねえと。ヒロさんの仕事を優先してください。デートコースは帰りの駅までの道。駅まで一番遠い道。あ、ガキ、行動でんなことすんな。もっと優しい言葉をかけるべきだったのかもしれない。ある意味自業自得か。自分から切った。心は重くなるばかりで。うわ、巻物の紐がほどけた。忙しくなって追い詰められる自分の部屋片付けたくなるんだよな。なんでいつも気難しい顔に見えるのかなって思ってたんだけどさ。あら、やってみろ、ちょい上目遣いにして。何か僕にご用ですか先生？なんだ、紙切れか。急ぐ時に限ってよ。しっかりしろよ自分。すみません、電話したんですが繋がらないし、ハガキ見ました。そう、そういうことだから。俺何かしましたか？ヒロさん怒らせるようなことしたなら言ってください。あの、この間も引っかかっていたんですけど。お前と付き合うこと自体最初から無理だったってことにやっと気づいてよ。つうか、男同士ってのがどう考えてもおかしいだろ。4つも年離れてると話とか合わねえことあるだろ。そういうのお前もしんどいと思うし、だからやっぱヒロさん。助教授と学生じゃ立場が違う。ヒロさん待ってください、ちゃんと理由言ってください。納得できません。もういい、これ以上俺に付きまとうな。早く早く帰ってくれ。ヒロさん、ちゃんと話してください。俺も話します。だから、お前といると俺はまた。今夜7時、いつものファミレスの前、俺待ってます。いつまでも待ってますから。上条、開けて。コピー用紙切れちゃってさ、寂しかったかい？言ったろ、眉間にシワ寄せんなって。しっかりしろ自分。切ったのは俺じゃねえか。いちいち動揺すんな。マジごめん、すぐ福祉クリーニング代出すなに。俺何でもするから、ほんとごめん。あの、天帝、
これは。うーん、ちょっと鈴木さん横に寝てるだとこさって やばいって体反応して離せってウサギさんお願いだから体が。それから1週間同じプレーをされてしまいました。今夜7時いつものファミレスの前。おう、マイスイートハニー。どうした、ぼーっとして。だったらこれから成田に一緒に来てほしいんだが。すいません、今日はちょっと。カーター博士のご指名だ。気難しい性格は分かっているだろう。ああ、ちょっと今上条は席を。伝言なら伝えますけど。ちゃっちゃと自分の仕事してください。さっきの声、朝の子だよな。あれか。すみません、14時のニューヨークからの便まだでしょうか。大学に電話してもヒロさんは帰宅したって言われたし。俺本当に今晩行かなきゃいけないところがありますので。この世界でやっていこうと思うならいて絶対に損にならん人物なんだぞ。すみません、今日は失礼させていただきます。俺は何をこんなに期待しているのだろう。会って話して少しでもダメだと感じたら別れよう。あんな風に声を荒げた野脇は初めて見た。会ったら俺も少しプライドを崩そう。しつこく言わずに許してやるか。なあ、雨、いきなりなんだよ。これが答えだ。自分がその人の一番だったらどんなに嬉しいことなのかと。そういう人間じゃなかっただけのことで、ありふれたことといえばあまりにありふれた出来事。自分で拒絶しておきながら自分が一番期待していた。恥ずかしくてバカバカしくて情けなくて、それでもまだ好きで。なんだお前、ひでえ格好だな。これじゃパンツもぐしょぐしょだろう。人を茶化すのもいい加減にしてくださいよ。何してんだか俺。完全武装してるつもりで実は好きだらけだってこと自覚してねえだろ。やめろ。教授すいません。大丈夫ですか。何なんだてめえ。おい、あの男と付き合ってるんですか。手を離せ。いて。留学している時にお世話になった教授が来日するので。ごめんなさい、どんなことがあっても行くべきじゃありませんでした。お前とはもう別れたんだ。でもヨーロッパにでも勝手に行きやがれ。留学することをヒロさんに言いました。ふざけんな。ヒロさん、ヒロさん、ヒロさん、離せって言ってんだろ。お前に分かってたまるか。俺が1年間どんな気持ちでいたのか。だけどダメなんです。このままじゃ俺はダメなんです。医者を目指していると言っても本当になれるかどうかも分かりません。年の差がどうにもならないならせめ釣り合う人間になろうと思って。本当は留学期間は2年でした。でも頑張って1年で習得科目を修了しました。だから俺はもっと頑張らないといけないんです。もっとしっかりしないと、一生懸命しないとヒロさんに置いていかれてしまう。そんなの初めて聞いたぞ。最初に会った時から誰よりも自分よりもヒロさんが追いかけていたと思っていたら本当は追いかけられていて。ふざけんな。冗談じゃねえぞバカ野郎。俺はお前に会ってから全てがむちゃくちゃな。お前なんかに会わなきゃ俺はもっと冷静な人間でいられたんだ。好きだ、好きで悪いか、畜生バカ野郎。絶対なんてありえないかもしれません。だけどはっきりしていることは、俺はヒロさん以上に好きになる人はいない。もしも自分がその人の一番ならそれはどんなに嬉しいことなのかと。ごめんなさい、俺マジ余裕ないです。好きという感情に限りはあるのだろう。嫌いになるどころか、いっそのことその傷が火傷みたいに形に残ってしまえばいいなんて。そして離れられなくなってしまえばいい。こんなにもこんなにも誰かを好きになって。お前一人暮らしのくせしてこんなに荷物あるんだよ。これほとんどヒロさんから預かってた本ですよ。ああ、天袋とかにしまっちゃって構わないです。俺はこちらの環境にも慣れ元気にやってるつもりですが。ヒロさんに会いたい、会いたい、会いたい。お前よくもこんな恥ずかしい。やめてください、返してください。人のものでこんな手紙書いてるならなんでポストに入れねえんだよ。いいから返してください、今捨てます。わかりました、今から読みますからそれで勘弁してください。野脇は会いたくなっては手紙を書いて自分のやるべきことを終えるまではと思いとどまり、俺は多分これだけで150歳くらいまで生きられる。ダメだ、もう俺のものだ、絶対渡さねえ。いやー
解ある寛大な上司でよかった。大丈夫ですよ。要は意識の問題ですから。初めて会ってから6年、どう考えても俺たちには言葉が足りないということ。お邪魔じゃなくてただいまです。ちなみにさ、お前いつ留学するって言ったんだ。大学の姉妹校に小児科の世界的権威の教授がいて。つうか大体さ、夢は叶えるためにあるんだろ。そのぐらいの判断もつかねえなら最初から考えんな。その言葉のおかげで留学する決心がつきました。確かに言ったような気もするが。わあ、なんか煮詰まった雰囲気。ウインナータコ型にして。はあ？一般家庭じゃウインナーはタコ型になるとテレビで見た。俺は一生海のタコしか食えないのか。たくん、相川さんいるのに笑われるよ。お願いですから、脅してんで俺見るのやめてくれませんか。あんなに悩んどいて結局は BL 小説の打ち合わせかよ。なんでウサギさんは。ああもう偉そうなんだろう。で、片付いてしまうあたりが恐ろしい。恋人。いやでも恋人ってなんかもうちょっとこう、いちゃいちゃラブラブピンク色でさ、条件は満たしているけど、どう考えても恋人とは何か違うと思うんですけど。ムカつく。嘘ねか。サギさん、タバコ臭すぎ、減らしなよ。絶対早死にするし。何？心配してくれてんの？鈴木さんって便利だじゃなくて。何回かウサギさんとエッチしたけど、本気で嫌なら拒絶できたのに、俺はしなかった。お前大丈夫か。恋人ってどういうものだと思います。お前のそれやこれをぐちゃぐちゃにして、あんなことをしてここまでして、なぜ付き合ってないと言える。いやそれは明日午後授業もバイトもないな。なんだよ一方的に決めて。そんないきなり言われても。つかデートって何すればいいんだ。他に行きたいとこあるか。行こう。海、海だ。レッツゴーザブーン。逆、美咲とデートだから。ドライブに映画、ショッピングの後にレストラン。あ、てかこんな高い服買ってもらって申し訳ないです。大丈夫、緊張するだろうと思って個室風なとこ選んだんだ。でさ、国分の教授がやたらおっかない人でさ、すぐに物投げるんだよ。信じられねえっつうか。うさぎさん、イギリスで育ったんでしょ。どんなとこ。寒い。いいよ、そんなことまでしてもらわなくても。俺はお前と一緒にいられるなら何でもしてやる。うわ、すっげえうまい。食べな。なんかなんだかな、場所柄ドキドキしてんのか、それとも舐めた。舐めたぞ今。普通舐めるか。おお、あからさまに嫌な顔。どうもありがとう。こんなところで会うな。偶然とはいえ運命感じるな。すみません、連れがいるんでとっととどこかに消えてほしい。こんばんは。いきなりごめんね。怪しいものではございません。俺、こいつの兄貴と幼馴染なの。こいつ昔から横柄な割にやたら繊細な性格してるからさ。知ってる？こいつこのクマと寝てるんだぜ。そういうの個人の自由だと思いますし。こいつ今じゃこんなだけど、子供の頃はそりゃもう可愛かったんだぜ。さあ、こいつ10歳までイギリスにいたの知ってるでしょ。秋彦が帰国して間もない頃さ。ウサギさんが子供の時の話なんか聞いたことがない。いつまでも意地張ってないで俺のもんになれ。伊坂さん、あんた俺を怒らせたいんですか。話せ秋彦。またうちのバカ取締役がご迷惑をおかけしてしまったようで。バカとは何。とっととどっかに隔離してください。それで十分で。なんだてめえ秘書のくせに。悪かったな、途中であれが乱入してくるとは予想外だった。なんか絶対にわざとだと思う。生まれる前のことなんか知ってるわけねえし、昔のことなんか知らなくったって今は俺一緒に住んでんだから、絶対俺の方がウサギさんのこと知ってるし。なんだよ、俺間違ったこと言ったかよ。お前伊坂さんに嫉妬してんのか。相川の時は無意識に嫉妬してた。あ、違うよ、そんなんじゃ。美咲、冗談。俺嫌だよ、絶対嫌だから。狭い観覧車の中で俺に触れてこなかった。だから余計ウサギさんの声が低く響いた。ウサギさん、俺のことが知りたいんだろう。俺も美咲のこともっと知りたい。その顔でもっと俺を煽ってみせろ。天国の父上、母上、
大阪の兄上様。ああ、もう、めったく散らかしちゃって。食べ物に頓着ないくせに、なんだってこんな一生懸命チェックしてんだか。うさぎさん、今回は観覧車エッチですね。王道には王道たるゆえんがあるんです。ぐんぐん、うさぎさんどうしたの。やっぱりこんな家出てってやる。高弘、お前を引き取るって。家庭に18の健康男子が一緒にいるってどうよ。お前は家族と一緒に住んだ方がいい。毎晩飯作んないで済むわ。でと洗濯物を取り込もうっと。うぬぼれていたわけではないけど、ひょっとしてウサギさん最初から迷惑だったんだろうか。出て行くまではやることをちゃんとするから、なんならおかず冷凍しとくし。いった、いやだ。ふざけんなも大概にしろ。なんて顔すんだよ。だから大阪にいるのもあと少しだし、ちゃんが東京に戻ってくるなら俺がウサギさんの家にいる理由はなくなる。なんかさんと気まずいまま出てきてしまって、気重い。よく来たね。元気だったか。変わりないか。ちゃんと毎日食ってたか。嫁さんがうまいもん作って待ってるから。ああ、美咲くんの方が料理うまいから恥ずかしいんだけど。じゃあお昼はあそこのカレーにしましょう。なんかほかほか家族。あいつすごいいいやつだけど、やっぱり神経質なところあるから。マイペースなやつってことは十分知ってるから。俺全然嫌な思いなんかしたことねえし、ウサギさんマジ優しいし。そこのコンビニ行ってくる。兄ちゃんも姉ちゃんも好きだし、俺にとっても家族と一緒に暮らす方がいいんだと思う。俺は美咲がこのままこの家にいても何の問題もないが、新婚家庭にいくら弟とはいえだな。でもなウサギ、俺は美咲に家族というものを味わわせてあげたいんだ。でも美咲はまだ8歳だったんだ。両親が死んだのを未だに自分のせいだと思って、そういう答えが返ってくるのが分かってるから、美咲は絶対にこのことを口に出さない。ずっと周りに気を使って生きている。だからせめて美咲が大学を卒業して結婚するまで過保護なんだろうけどね。これは家族以外誰にもできないことなんだよ。美咲、美咲。あ、ウサギさん、今からそっちに帰る。大阪まで行って冷凍食品を買い込んでどうする。どうでもいいけどさ、ウサギさん、この1週間ちゃんと生きてた。卵だらけだ。どうしよう、今電話を切ったら本当におしまいな気がする。あ、そうだ、あのさ、帰ったらちゃんと話すけど、なんかもうめんどくせえっていうかさ、だって俺いねえとウサギさん真っ当な人間生活できねえじゃん。あ、冗談だって。何マジになっちゃってんの。じゃあもう切るわ。美咲、美咲、今持ってるチケットキャンセルしろ。時間になったら中央改札で待ってろ。いいな。ウサギさん3時間って言ってたけど。あ、ちょっとウサギさん、時間がない。ウサギさん、この電車、ウサギさん苦しい。渡さない。ウサギさん絶対おかしいって。普通来るか。俺から会いに行かないと本当に終わる気がしたんだよ。ただ一つ、俺は温かい家族っていうのが正直わからん。兄ちゃんがまた変なこと言ったんだろ。自分のしたいこととかピコとちゃんと分かってるつもりだし、ウサギさんの迷惑になるようなことだけはしたくない。だからウサギさんマジで無理しなくてもいいから。一週間も俺に触られてなかったから溜まってた。俺はもう限界だけど、ダメ、顔見せて。やだ、俺以外誰も見てない。ウサギさんだから恥ずかしい。変なこと言うな、好きじゃない、それ以上喋るな。こんな豪華な寝台、ひょっとしなくてもチケット取るの難しいんじゃないの。シャンプーとボディーソープとウサギさんの匂い。お前日本地図見たことあるか。どうしよう、めちゃくちゃ嬉しい。ウサギさんどこ行きたい。美咲の行きたいとこ。仕事以外で旅行なんて俺も初めてじゃないかな。ん、思い出作ろう。え、時間が許す限りいっぱいいろんなとこ見よう。絶対いい思い出になるって。俺北海道初めてだから行きたいとこいっぱいあるし。またお前に気を使わせてしまったみたいだ。俺はただウサギさんが喜んでくれればいいなと思っただけで。マリモはいいぞ、湖の妖精だ。知ってるか、こんなでかいのもあってたな。マリモといえばやっぱあかんこかと思いつつも、またしても手遅れなことに気づくことができない高橋美咲。それは18の夏だった。うさぎさん
手離せって。誰も知ってる人いないから大丈夫。終始ご機嫌なのは俺のおかげかな、なんて少しだけうぬぼれてもいいのかな。